皆様こんばんは、チャンネルバシリスクです。今回はこの蛇をお迎えしました。この蛇はですね、これ今陸に上げられていますが、実は水の中に住む水蛇なんですね。種類は広口水蛇。以前動画で何個か紹介したノーマルのアルビノ版。しかもこのヘビはですね、ワイルドでこういったいろんなカラーのヘビがいるというのが面白いとこですね。水の中だから生きられるんでしょうか、それともかなり密度が濃くなってるのかもしれないですね。詳細は分かりませんが、しかもこのセミアダルトからアダルトサイズ、もうこんな大きく育つんですね。ワイルドでアルビノなのに。水の中だからでしょうか。このヘビを甲賀類といって、弱い毒があるので魚を食べるんですけど、魚がしびれるぐらいの毒があるので噛まれないようにしなきゃいけません。なのでこれを取り出すときは注意が必要です。全然動かない。このまま入れちゃいましょうか。つかまずに水の中入ってきます。シュー、つかむとね、噛んでくれますから、ね、なんかこれいらないですね。ほい、こんな感じでですね、水の中に住んでるヘビです。面白いんですよね、顔が。なんかアナコンダに見た目の顔の形はね、似てるんですよ。やっぱ水の中に住んでるってだけあって。もうね、餌を食べるってことでね、引き取ってきました。綺麗ですよね、この色。黄色。アルビノって感じですね。まだね、ちょっと痩せてるんですね、ただね。少し痩せてます。これから餌をどんどん上げて太らせていきたいと思います。ちょっと飼育はね、確認しなかったんですけどね。面白いですね。水の中で飼えるのでね、水が痩せてれば、いるものちょっと掃除するぐらいで飼えます。保材はいりません。たまにこれ入ってくるんでね、他のやつはね、ちっちゃいやつだったんですけどね、なんか仕入れなかったってことでね、こいつだけね、いました。なので、ゲットしたというわけですね。面白いですね。この餌食べるとすごい早く動くんですよ。へったくそなんですよね、飲み込むのが。それがまた面白いんですけど。広口水蛇。あんま大きくないんでね。水蛇の中で大きくなっちゃうのも言いますけど、こいつはそんな大きくならないんでね。飼いやすいと思います。ただ寒さにちょっと弱いんで、それだけ気をつけたいと思います。
うん。こうやってたまに顔出して空気吸ってるんですね。結構ね、上の方上がってこいって言うんですよね。俺のね、ゴーストじゃなかったな。なんだっけな、白いのがね、すごい綺麗なんですよね。これはアルビノですけどね。こうやってほら、登ってきちゃうんですよ、意外と。だから蓋してください、必ず。体型、形がね、ちょっと水の蛇って感じで、いいですよね。結構音に敏感ですよ。どうですか？でね、水蛇はダニつきにくいですから、水の中いるんでね、そういう意味でもいいですよね。飼いやすい。さあ、これからどんどん餌あげて太らせたいと思います。こいつの餌はカエルとか魚なんでね、ちょっと魚、最近うちの他の水蛇にはワカサギあげてるんですけど、前はね、ピンクマスとかあげてみたんですけど、もう大きくなったんで、ワカサギとか大きいの食べれるようになったんで、そっちの方がいいかなってことであげてます。今日はまだ来たばっかりなんでね、餌あげませんけど、ちょっと落ち着いたかな。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネルバシリスクでした。